どうも、オブラです。さあ、今回はレジェンズアルセウスやっていきたいと思いますが、皆さん、任天堂ポケモンの見ましたでしょうか？ポケモンの、いや、びっくりしたんですけど、なんと、ね、第9世代の、完全新作のスカーレット、バイオレットが出てきましたということで、思ったより早かったなと思ったんですけど、あと1年ぐらいあるかなと思ったんですけど、もう3年ぐらい経つんですよね。もう今年の2022年冬ってなると早いなと思いました。で、御三家のポケモンとかも出てましたが、で、アルセウスもやりたいゲームがいっぱいあってですね、なんですけど、やっぱりポケモンホームと連動したりとかいろいろもしていきますし、ちょっとアルセウスストーリー進めていきたいと思います。で、ダイパリメイクの方もオーキドの手紙でシェイミが手に入るということで、で、いろいろありますけど、まあ、ぼちぼちやっていきたいと思います。で、モンスターハンターサンブレイク来ますし、スプラトゥーン来ますし、スイッチスポーツも来ますし、ねえ、マリオのサッカーとか、マリオカートもコース増えて、もうやりたいことだらけで、分身したいですね。ポケモン出た影分身みたいな感じで。では、ぼちぼちと進めていきたいと思います。とりあえず、ウォーグルとか使えるようになったので、これでいきましょうか。操作方法がダッシュが B ボタンと。これ便利ですね。空中飛んで。とりあえずぼちぼち行きますんで。で、親分とかですね、やっぱ捕まえようと思ったら、団員ランクとか上げるって攻略サイト書いてあったんで、やっぱ攻略サイト参考にしたらいいですね。これでいいのか。だんだん下がっちゃう。これ、モーグル使ったらあれですね。こういう火の玉とかもゲットしやすいっていうことですね。これどうやって上がるの ?Y が急降下で、ね、絶対こういうの使って、オーニュラ。ちょっと火の玉も行きましょうか。ほんまに久しぶりで。どうでしたっけ。さあ、取れるもん取っていきつつ、ともし火っていうやつも絶対、ウォーグルとかね、こういうオーニューラ使っていいですよね。さあ、では行きましょう。B ボタンでダッシュしていきながら、結構プレイはですね、スムーズじゃないと思うんですけど、楽しみながらやっていきますので、よろしくお願いします。モンスターハンターライズとかもね、金管サイズとかいろいろやってて、それ全部いったらもうほんまカンストなんですよ。そこまでやり込む人ってなかなかないので、こういう感じでやってまいりましたね。これ降りるのがどうでしたっけ。急降下して、降りた。通常の状態に戻したい。OK。これで良さそうですね。そしたらば、君って何をしたのかね、キクイっていう人で、あれほど大きな裂け目だよ。あそこから雷ポケモンが落ちれば。とりあえずあれですね、バーッとやっていきたいと思うんですけど、これは選択肢が現れたんですけど、何でもいいんでしょうかね。助けてほしい、何でもない。助けてほしいにしましょうか。いやちょっとほんま、サクサクと行きたいなと思いますね。サクサクとね、楽しみつつ。いやー、ライブ配信とかもね、やりたいんですけどね。人が集まらずに、作業的なゲームになってしまうと、誰も見てない状態でやるのはちょっと虚しかったんで、もうちょっと有名になって人集められるようになったら、やるかもしれません。あと体力の問題とかそんなんですね。ヨネを訪ねる。ちょっと待ってくださいね。ウォーグルを。だけど、ライブ配信やってるとですね、やっぱりゲーム上手い人とか親切な人教えてもらえるんで、そっちの方が楽しいんですけどね。さあ、ということで、あっちの方行きます。こんな操作方法でいいですよね。多分ね。そう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 。
だから今回だった場合は、アルセウスがボールとかも追加でもらえたわけですけども、不思議な贈り物で、シリアルコードを入力してですね、で、ストーリーも追加されたみたいで、そういうのが見逃さないようにとか、オーキドのね、手紙ダイパリメイクとか、そういうのってよく視聴者の方とかで教えていただきますんで、あ、で、オーニューラ。OK。さあ、やってまいりました。すごい空だよね。まあ、とりあえずあれですね。ライブ配信とかやってたらもう、これ全部ね、文章読むんですけど、もう、作業的な感じでちょっと行きたいと思いますが、わかりませんでいいのか、これは。何でもいいんでしょうね、選択肢はね。攻略サイトとか見ないようにしてやろうかなと思ったんですけど、やっぱ効率悪いんで、見ながらやっていきたいと思います。うん。で、視聴者の方教えてもらったりとかしてね、やってった方が絶対いいので、まあ、これだけやってたらいいんですけどね、他にもやりたいこととかいろいろやることがあるんで、どう考えても1日24時間なんで、うん。さあ、そんな感じで。で、まあ、これ進めたとしてもね、動画として残るんで、あ、こんなストーリーだったなって後で見返せるんで、やっぱこういう仕事いいなと思いますね。自分が頑張ったものとかそういうもの残るじゃないですか。積み重なっていきますんで。おっと、これは？あら、コリンクがやってまいりました。図鑑とかもね、集めていくわけですけど、翡翠のゾロアークとかあんなん欲しいんですよね。親分ポケモンもゲットして、頑張ってゲットしようと思ってたわけですけど、団員ランクっていうのですね、あれを上げてからした方がゲットしやすくなるってなってて、捕まえやすいボールとかもいろいろあったんですけど、やっぱ攻略参考にした方がいいですね。という感じで、あら、これは？この人ちょくちょく出てきますね。名前は？ウォロ。ベラさん。ちょっと名前が、久しぶりで。自分も困りますからね。ええ、事情は知っております。優れた商人は情報の重要性分かっているものです。で、まあ、あれですね、ライブ配信もあれなんですけど、長時間の、ちょっと長めの動画とかでもですね、長めの動画とかでもショート動画ぐらい見られるようにしたいなと思うんですけど、まあ頑張っていきたいなと思いますね。それ取れたらもうね、ほとんどいい感じになるんですが、まあとりあえず楽しんでいきましょう。だから本当だったらこのゲームもね、もう発売して即クリアするみたいな感じが一番まあ時代の波に乗ってていいわけですけども、やることがたくさんあって、だからその辺上手に進められる人羨ましいですね。赤が、なんか新しい人物来ましたね。コギトさん。コギトさんっていう人が出てきました。リアルがパルキア早くゲットしたいですね。皆さん人物覚えられます？こんないっぱい出てきて。あ、ほんで第9世代の、ね、スカーレット、バイオレット、オープンワールドじゃないですか。まあ予想してて当たったんですけど、ほんまに、ね、楽しみです。これは何を選んでもいいのか。まあ上の方を選んでおきましょうか。時空の裂け目は捨ておけんの、時間空間の均衡が崩れかねん。まあまあ、ね、そんな感じでストーリー進めて、マイル自慢の寄りに入れてやる。いやー、すごいですわ。やっぱ、ね、ゲームも進化したなと思って、ほんまに思いますわ。こういう波についていかないと、ゲームは絶対ね、可能性があるんで。ちなみに、ね、世界一の YouTube の人、まあちょっと入れ替わってますけど、一応、あれ、個人としてではですかね、ゲーム実況の人なんで、可能性を感じておりますが、いくつも時空につながる穴という、その一つ、遥かの向こうの神王様。金剛団の神、あ、これもしかしたら、金剛団。どっち選んだらいいのか。どっちでもいいのか。まあ一応上にしときましょうか。
なんか難しい漢字とか出てきましたが、現在を含む未来、すなわち時間を宙と呼び、前後左右上下の全方向、すなわち空間をうと呼ぶと。時間と空間あさって宇宙となる。宇宙はね、まあ、一回行ってみたらいいかなと思いますね。短時間で。なぜ短時間かというと、トイレすんのとか不便だからですね。だけど一回経験しとくのはいいと思いますね。これは？まあまあ、宇宙にしましょうか。で、たまには選択肢、下も選んでみて。まあ、異なる時代を知る、そなたには分からない話よの。迷う人を使命の内容を伝えようぞ。お、来ました。止水地方にある湖、新事故、立志故、英知故。それぞれに心を表すと言われるポケモンがおってなぁと。霧の遺跡に持っていくのじゃ。あ、今ちょっと A ボタン早く押しすぎた。文章読めなかった。まあ、後で動画見直しましょう。世界をつなぐですか？叫ぶ閉じるではなくて、進めたいっていうのもあり、いろんなゲームもあるんでね、作業もあるんで、ただ楽しみたいっていうのもあり、ねえ。それでも伝承せよとの役目を果たさなならぬからの、先祖も罪じゃ子孫の苦労も。いやでもほんますごいなと思うのが、この短期間でね、アルセウス大パリメイク、ほんで第9世代使って、で、スプラトゥーンとかね、いろんな面白いゲームとかいろいろあって、いや、すごいなと思います。ちょっとね、こっちもパッパと進めていかないとほんま追いつかないなと思います。ありがたいことですね。使命が分かったらやるよな、やります。まあ、やるしかないでしょうね。はい。なすべきことを知ってた尊いの、おっと、アルセウスの iPhone が、アルセウス本が反応している。3つの湖を示している。クラフト台もありますし、あ、ほんであれですね。これは、まあ、とりあえず上狙っていきましょうか。いや、自分、なんやかんやですね。なんやかんや、やっぱチャンネル登録者数とか、再生回数とかですね、やっぱ積み重なってて、いや、これはもう絶対誰でも、ね、プレイヤーとしてやってたらあるんですけど、しょうもないコメントがついたりとかするんですわ。お前が動画あげんな、みたいなね。マリオカートの動画あげんな、レード配布だけしとけ、みたいなね。とかなんかあったりとかして、まあ気分は悪いわけですけどね。ほんましょうもない、やめてもらいたいですね、そういうのは。まあそういうのはね、報告したりとか無視したりとか、まあ対処していくんで、で、同じようなね、プレイヤーの人と連携してですね、連絡取って、とか やろうと思いますけど、そういうしょうもないことはやめましょう。ということで、次は何をしていったらいい？これ今楽しみつつ、で、やってるんで、わかりづら、内容があんま頭入らないんですが、再開出てみて、あ、これでいいのか。どこかテレポートしてきたのでしょう。これ、ケイシーのテレポートって穴抜けの紐みたいな効果ありましたよね。洞窟とかで迷った時に穴抜けの紐がなくてもテレポート使ったら出れましたよね。手紙を読んだ。私のポケモンを通じて放牧場のポケモンをやり取りしろと。ベースキャンプも使えるよう手配した。へえ。いや、なんかやっぱあれですね。いや、いろいろ忙しくて。やけども、やっぱり久しぶりにゲームやるとめっちゃ面白いですね。そうですね。秘密で、そうですね。にしましょうか。毎日やってても面白いけどもね、やっぱこうたまにやるとさらに面白い。骨の折れる仕事どんなか手伝ってくれませんかね。商人という抜け目ないね。あ、来た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 。関っていう人。これは、俺かこいつかどちらか選べと。まあ選ぶまではないだろうがよ。ああ、これがあれですね、これが。混合団の席。これがですね、いやー、攻略サイトによると、どっちを選んでもいいみたいですね。まあバトルしていくにあたったらこっちがおすすめとかあったんですけども、
まあ最初にディアルガかパルキアどっちゲットするかっていう話で、でもまあどっちでも最終的には両方入手可能ってなっておりますんで、まあこっち選びたいんですけど、男性よりも女性の方がいいんですが、男性の方を選んでおきましょう。俺にするなよ。ちょっと待って、考えさせて、こっちは何て言うんでしょう。私だよね。そう、自分的にはこっちの方を選びたいんですよ、本当はね。え？あ、あれで選んじゃったのか。まあ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 いいか。あれ、地元の人選ぼうと思って、まあ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 、まあ、何でもいいですね。どっち選んでもいいので、うん、まあまあ、でもやっぱりね、好きな方選んだ方がいいですよね。マリオカートとかでもね、やっぱいろんなキャラクターマシーンあるんですけど、やっぱ性能とかがあるんでね、勝つためにはやっぱりこうある程度決まってくるわけですよ。で、あとは自分は動画映えするかどうかとかいろいろ考えて、全部のキャラクターとかを使ってですね、で、まあ一番良かったのが静江さんなんで、勝つのはちょっと難しいんですけどね、悪い字とかああいうの使ってる方が、ね、レートとかも上げやすいんですけど、いろいろ試行錯誤してやってるんですわ。ということで、あ、リシコに向かうと、ほうほう。そして、これダッシュってどうするんでしたか。ほんまに久しぶりで、え、あ、へえ、あ、ボールとか売ってるんですね。へえ、じゃあお金集められたら、お金稼ぎできれば買えるのか。ボールがすぐなくなるなと思ってたんですよ。へえ、ここって入れるんでしょうか。ちょっとさっきここもうちょっと見ておきたかったなと思って。この人、おい、あ、寝れないか。いや、やけどやっぱオープンワールドいいですね。いや、ほんまにね、一番最後にこのライブ配信した時にね、作業的な感じになるとね、やっぱりよっぽど人気な人じゃないと見てもらえないんで、あの最後めっちゃ虚しかったんですよ。誰も見てなくて、どちらに行くの。あ、なるほど、なるほど。大量発生とかもあるんですね。え？黒曜。純白。黒曜。え、これ何選んだらいいのか。ん？選ばないといけないの？あ、でもこれマップの見方よく分かってなくてですね、ちょっと間違えたりするかもしれません。さっきの選択肢みたいな感じで。だけどまあ、これどっちに行ったとしてもまあね、結局はいけますが、ここに行かないといけないのか。ってことは、まあまあ、グダグダでも何でも進めばいいんで行きましょう。じゃあこれは分かってます。あの方向に行けばいいっていう矢印があるっちゅうのはね。さあ、そんなんでとは言いながらね、やっぱいろんなゲームをやりこなしてるんで、そのあたりはやっぱ評価されるポイントですね。一個だけだったら楽なんですけどね。だけどやっぱやりたい、いろんないいゲームがあって、いろいろやっといた方がね。ということで、あー、やってきた、やってきた。あ、ほんでこれ降りるのがこうか。あ、いけた、いけた、いけた。こういう下一つ一つができなかったことができるようになるっていうのが最高ですよね。そして、アイテムが、さあ、取れるもん取って、ダッシュどうでしたっけ？え、これしゃがむでしょ？ん？え？これは？え、これってゲットできるんでしたっけ？
え？うわ、いけた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 。いや、アンノーンゲットしたことなかったんですわ。こんなとこにアンノーンがいて、マジか。あ、ちょっと待って、え、これ登れんの？おーん。さあ。ちょっと待って、ボール間違って投げたらダメなんで、一応こうしときますが。へぇー。あ、ここイキングかなんかいるでしょ？よっしゃー、進んでおりますね。ギャラドスもいて。まあ、とりあえずこっち行きましょう。こちらの湖は大昔は火山だったそうです。火山噴火によって形成された大きな湖、水が、たまりができたのか、新宿だと言われてます。水が溜まってできたっちゅうことですね。守ってるね、エムリットというポケモン。これこっからどうなるんでしょう。試練を達成する。どれから挑戦しても OK で、ここ何個でしたっけ？え？とりあえずエムリットがやってまいります。いや、やっぱこういう iPhone とかやっぱこういうものってね、やっぱこういう仕事してたらやっぱり絶対最新の方を持っといた方がいいなと思いますね。パソコンとかああいうのも全然変わってくるんで。さあ、アルセウス本。お、なんか通れるようになりましたよ。ほんま便利ですね。すごいですね。一体何があるのか。入るのか。これ新事故ですよね。新事故なんで、ポケモンと戦う。ヒスイヌメルゴンとかいうのがいるっぽいですね。とりあえずガブリアスで行ったらいいのか。そう、ほんでポケモンがですね、名前じゃない、技が変えれたんですよ、これ。これでなんか消費してるんですかね、覚えれたんですけど、技が弱いなと思ってて、そしたら技変えれたんで、よかったなって感じなんですが、氷タイプの技とかあったらいいのか。なんか親分かなんか出てくるみたいで、まあ困ったらガチグマ出したらいいかね。まあとりあえず入ってみましょう。一応攻略サイトによると、ヒスイヌメルゴンレベル58が来るみたいで、格闘地面技が有効となっておりますね。え、格闘地面が有効。あ、ってことはヒスイヌメルゴンもタイプが違うってことですね、これ。あー、来ました来ました、これ。え、何タイプ？これゲットできたらいいんですけどね。なんかずるいの実かなんか使ったら、え、なんか体力が3分の1ぐらい回復して捕まえやすくなるみたいなのあったんですけど。まあ行きましょうか。あ、でもまあこっち選んどいてよかったですね。ああ、自分やっぱこっちのキャラクター選びたかったんで。ね。まあやるしかないと。何タイプなんでしょうね。地面とか格闘がってことは、鋼とかなんかそんなタイプなのか。もうドラゴンタイプの気満々だったんですが、あえてレベル58でしょ。格闘地面。だから、第一の力いくか。さあ、これで、立てこもる。なんでしょう、その技は。守りの力が強まった。これは？これもよく分かってないんですよね。なんかいろんな表示出てくるんですけど。カブリアス一撃で倒されたんですけど。マジか。格闘とか、あれだったんで、ニューラ入れ替えて、格闘地面が弱点らしいです。インファイト行きましょうか。あ、オッケー。これゲットできるのかな？ねえ、ゲットできるんだったら。ボール投げるのどうした？ん？違う。
あれ操作どうでしたっけこれ。A ボタン押したらあれでしょ。え、こっからしか使えなかったっけ。なんか操作方法あったはずなんですけどね。これゲットできたらラッキーでしょうね。さすがにゲットできないか。なんかダインランクが。アイアン強っ。普通に倒した方がいいか。ね。普通に倒すか。とりあえずバックフン入れ替えて。いや、これゲットしたくなるんですけどね。一応個体なんですけども、また違ったステージで固定出現でも入手可能ってなっておりましてですね。ゲットしたいけどの。ZR、ZR か。ちょっともう一回挑戦してみましょうか。多分絶望的に捕まらないとは思うんですけどね。図鑑完成とかのために捕まえたい。戦力にもなりますからね。やけどもそう簡単にはいかないと。いい、ハイドロポンプ。守りの力戻った。もしかしたら、ああいう、なんか発動してたらダメなのか。これ無駄なんですかね、これ投げたりとかしてんの。諦めた方のがいいのか。これがライブ配信とかやってるとですね、アドバイスもらえるわけですよ。オーニューラいいですよとかね。とりあえずヘビーボールちょっとあるんでいきましょう。いろいろ試してみる。モンスターボールよりは捕まりやすいみたいなんですけど、ダメ。もうバッと進めましょうか。相手。いや。ハイパーボールも使ってみようか。ねえ。ちょっと一回ずつ投げてみますわ。もしゲットできたらラッキー。できなかったらもう、経験値入手とかした方が美味しいと思うんで、後で出てくるんでまたね。ほんまに捕まらない。おぉ、ハイドルポンプ外してくれてるんで最高ですけど、ギガトンボール、これ行きましょうか。ボールがね、なくなるのが早いなと思って。入ってくれないですかね。うん。やった、ゲットできました。やった。やっぱ運持ってますわ。ね、経験値入手して。ガブリアスとかね、ニューラが。倒されてしまったらしゃあないですけど、まあ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 、経験値欲しかったけども、まあまあいいでしょう。あなたたちを見ていると、ポケモンと人が力を合わせればどんなような困難も。やばいやば、初めてゲットしたかもしれないですね、これ。エレキブルとか挑戦したんですけどね、倒してしまってとかして、難しいわけですが、不思議な気配を感じる。この後どうなるんでしょう。うわ、出てきた。試練があるみたいで、選択肢は最初はどうぞ選び、あとはどれでも OK らしいです。ちょっと待って、ポケモンが元気のかけらもそんなにないのか。とりあえず行きましょう。あなたの感情を欲する。え、喋るんでしょうか。これは、どうぞ選ぶらしいです。で、その後は何を選んでも OK みたいですね。喋れるんですね。翡翠の大臣降りたら、ここらどのように動いた。驚いた、ざわついた。まあ、驚いたにしましょうか。こっから何の選択肢でもいいみたいですね。ポケモンを仲間として共に行動してどうだったのか。楽しい、不思議、強くなった感じ。まあ、楽しいでいきましょうか。今後のもと真珠のものと出会い交わり何を思った。世界は広いにしましょうか。世界は確かに広いんでね。世界が違うかと、まあ全然変わってくるんで。国が違うとね、文化とか全部違うんで。大地をさまよい何を感じた。あ、人生いろいろにしましょうか。ほんまにいろいろなんで。うん。ほんまにね、今、ウクライナとかあんなになってますけど、ね、ロシアとか中国とかあんなんが、ね、あんなんしてますけども。
ね、影響力とか発信力持ちたいですの。まあ、いずれ持ちますけどね。エムリットの羽を手に入れた。なんと。これは？あ、試練達成した証と。赤い鎖を作るために必要。まあ、今後の伏線って感じですね。なるほどですね。いやー、やっぱあれですね。やっぱね、こういうゲームは絶対、一通り絶対進めとくのをおすすめですね。でもっと話していたらね、でも私は言葉届かなかった。いや、ほんまにね、いろんな面白いアニメやらゲームとかいっぱいいろいろありますんでね、サクサクと行きたいと思いますが、この後は、どうしたらいいの？とりあえず、どうやって移動するんでしたっけ、これ。リッシコとエイチコ。とりあえず出たらいいのか。で、左スティックを押し込んでダッシュ。ほんま操作方法を忘れますからね。あ、なんでストーリー進んでいくと。いや、でもゲットできたほんまラッキーでしたね。ちょっと手持ち入れ替えたいなと思います。そうですね。私も知りたい。いや、これね、でもほんま、世の中市場調査してるとね、ほんま、どんどんいいゲームとか出てくるんで、ちょっと一回戻りましょうか。そう、あれ、ゲームどんどん出てくるでしょ？出てきて、やりたいことっていろいろある。でも1日24時間で、なんで、まだダイパリメイククリアしてないとか、ソードシールドがこれからとか、ねえ、いろいろあってですね、そうだなと思いますわ。エムリットの羽か。まあ、そう、次々ね、でもありがたいことなわけですよ、これはね。あとは効率よくこなしていけば、楽しみつつね。空間認識され成り立つとも言えるのじゃ。赤い鎖は世界を正しく見るための道具かの。わからないなりに世界のありようを教えてくれるのが神話じゃ。神王様について自分のいる世界についてもっと考えろということだな。そうなのです。神話は最高なのです。よし、あと2回同じことをすれば赤い鎖もできるわけですね。ほうほうほう。これがね、動画用のテンション。ね、YouTube 用のテンションだとしたらね、ほんまにキャラクターごとに声とかね、変えて喋り方変えてってやって、声からしてでもやるんですけどね。まあちょっと作業的な感じでやりますね。ということで、ポケモン回復したいんですけど、回復できますでしょうか？これは？あ、なるほど。あ、TC がこんなことできるのか。へぇ。ヌメルゴン、これ絶対頼もしいですよね。ガチグマがちょっとレベルが高すぎるのか。地面ノーマル格闘毒、虫は、なんか抜きたいですね。とりあえず、ヌメルゴンは、鋼ドラゴンタイプでしたね。なるほど。ちょっとタイプが。そうか、結構、まあ、後で入れ替えたらいいのか。ねえ、ちょっとタイプが偏るじゃないですか。トリトドン、水締め。いや、タイプの相性が、電気草。ああ、でもこういう新たなポケモン入れるのも面白いかもしれないですね。ビリリダマ。新たなポケモン入れましょうか。ねえ。ニューラとかも新たなポケモンではあるんですが、
ヌメルゴンが鋼ドラゴンでしょ？レベル58か。まあガブリアスはちょっと入れときたいとして、鋼ドラゴン。まあ結局ディアルガとか手に入れたら手持ち入れるとして、エンペルト抜きましょうか。おー。いろんないいポケモンがね、いろいろありまして。ちょっと待ってよーん。安納もゲットできましたしね。とりあえず、ああ、やっぱ後半にね、出てくるポケモンがいいポケモンが多いですよね。とりあえず、まあ、これでいきましょうか。電気草タイプと、草タイプが入ってるとね、なるほど。ちょっと待って、強さ、ちょっと技がわからないのがあって、立てこもる。守りの力、防御でも上がるんですかね。で、わざ回避しやすく、回避率が。なんかちょっと、しょぼくれてるような見た目してるんですけど、そんなもんですね。回復は？これは？あ、クラフトここでできる。ちょっと待ってよ。クラフト。あ、これ作っておきましょうか。ね、こういうもの持っといた方が。絶対ね、こういうの使いこなした方がいいとは思うんですけど。すごい傷薬。よし。まあ、いろんなもん作っといてと。ほんで、あ、ポケモン回復してるのか。オッケー。そしたらば、行きましょうか。今、進んだのがこれでしょ？次は、これ？純白の糖度か。まあまあまあ。とりあえず進んでるってことは正しいので、まあこれでいいでしょうね。アローラ。あっちでしょうね、多分ね。あら、なんかいろいろある。新しい依頼と、ここか。あ、ほんでこれピン立てたりとかしたらいいわけですけども。ここは H 子の試練か。H 子。立志子。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいよ。新しい依頼の方、まず行きましょうか。あれ？はた。まあ。これであっちの方行ったらいいっちゅう話ですね。あ、ちょっと待って。そうそう、もうちょっと空高く飛びたい。空上上がってできないのか。あ、ちょっと。まあ、いろいろ試していきながら、要はこっちに来たらいいっちゅう話ですね。まあ、いろんなゲットしてポケモンもありますが、まずはストーリー進めてね、第2ランクとか上げてって、まあ、そういう感じでいきましょう。あ、なんか降りたりとかして、また上がったらいいのかもしれないですね。もしかしたらね。という感じで、こ、で Y でしょ。あ、超えた。で、これがまあ、新しい依頼ですよね。うん、サブ任務。はい、OK。という感じでですね。H 子に行くわけですよね。だからここに一応ピン立てといてと。
まあ、別に立てなくてもね、大丈夫なんですけど。ん？これでいいか。で、大庭で登っていきまーす。ダッシュってありましたっけ？まあいいか。登っていけば。まあなんせ進んだらいいわけですわ。進んだらね。大庭とオーグルとあとイダイトーか。あのあたりをよく使えばいいんでしょうね。まあいろんなポケモンがいますが、で、あと、ボール取るために、ちょっとこのアイテム取っときましょう。ほんで、ちょっと待って、これじゃない。ウォーグル、ウォーグル。オッケー。あー、ありました、ありました、ありました。で、こうですね。ほらほらほら。あ、ってことは自分の予想なんですけど、おそらくここにも安納いるんじゃないでしょうか。さっきの湖いたじゃないですか。自分の予想が正しければ、ここも安納がいるんじゃないか、もしかしたら。なんかそんな感じしません？あら、いないのか。この上は？あ、特になんもない。あ、そう。そうですか。もしかしているかなと思ったんですけど、安納ってランダムなのか。え、なんもないのか、ほんまに。ないですね。なんかアイテム落ちたりとかしてるのかなと思ったら。あ、そう。ほんじゃ、まあ、ストーリー進みましょう。とりあえず、こういうやり込み要素はね、後でやったらいいわけですね。ストーリー進めてね。ストーリー進めていろいろできるようになってくるんで。H5 ですが、実は海水も混じっているとか。これ、どんな感じなんでしょうね。守ってるのはユクシーというポケモン。ユクシーが飛び回ったことで、人々の物事を解決する知恵というものが生まれた。だから、ゲームやってるとですね、やっぱダウンロード版の方がすぐできるんで、ね、有名な人とかもすぐパッと始めてパッとストーリー進めて、であとやり込み要素でやるじゃないですか。やっぱ時代の流れに乗ってこうパッとやるそのスピード感とか、手を抜くとかしっかり抜いてやるとかやるっていうね、ああいうとこやっぱね見習うとこだなと思いますね。全部全力でやるとほんまね時間足りなくて。さあそんなんで、さあ、道具触れました。まあ、同じようにこなしていったらいいんでしょうね。ここは、どんな感じなんでしょうね。まあ、とりあえず行きましょう。さあ、一応ガブリアスにしときながら。あ、これこっちか。翡翠ゾロアークか。なるほど、なるほど、なるほど。これ、レポート書いておいてもいいっちゅうことですよね。レポート書いておいて、で、捕まらなかったら消して、やれば。それ賢いかもしれない。悪技が有効ってなってますね。え、悪技が有効なの。エスパーとかそんなタイプですかね。へぇー。まずこっち来たのか。これ。そしたら、ちょっと待って、レポート書きましょう。こうか。おう。あ、そしたら行きます。で、近づいたら、まあ、始まってしまうんで、多分、厳選しようと思ったら、ボールのね、無駄遣いとかしないでおこうと思ったら、多分、この後、この前にレポートしといたらいいんでしょう。うわ、これはゲットしたいわ。ちょっとこれはゲットさせてください、ほんま。後でもゲットできるかもしれないんですけどね、これ。他のワイブのことはランダム出現のみ。あいって早っ。ちょっと待ってよ。こっち攻略サイト見てんのによ。悪が弱点。まあ、激励行きましょうか。あ、でも激励したら止まらないのか。もしかしたら。あ、でもここでガブリアスを倒してくれれば。これ倒してしまいますね。これ絶対。相手が先制しなければ。あ、オッケー。よく倒してくれた。これはね、頑張って。これね、あれなんですわ。どうしよう。何行く？ヌメロゴン使ってみましょうか。一応、アクアザが有効ってなってるんですけど、倒さないようにしたいんですよね。
竜の波動をしてみて倒しちゃおうかな。うわー、倒しちゃったわ。ちょっとすいません、やり直します。すいません、やり直します。ほっほっ、ゲットしたいです、あれは。ちょっとほんまにね、だって第9世代始まって連携するじゃないですか。連携して遅れたりとかするわけでしょ。じゃあちょっとこれはゲットしとかないと。後でもゲットできるんですけどね、ちょっと手持ちにね、新しいポケモンとかいろいろ使いたいんで、やらしてもらいますね。固定出現はここのみってなってますもんね。他の親分答えは。だから、こういうのもあるわけですよ。ライブ配信とかしてるとやっぱストーリーサクサク進めていきたくなるんで、作業的な感じになると、視聴者減ったりとかね、しやすいんで、だからこうやってちょっとじっくりやりたいっていうのもあるんですよね。徹底的に極めるんで、手持ちが今度は違う。新しくゲーム起動したんで、出したポケモンが違いますが、さあ、悪巧み積まれる相手はメスか。いいじゃないですか。ちょっと解放者してみて、ちょっとまあ、ゲットしたいんで。そう、峰打ち要員のポケモンがね、いたりもして、攻略サイト書いてあってですね、いいってあったんですけど、あら、あえて悪タイプも入ってるのか、悪も入って、悪エスパーとか。とりあえず、倒さないようにしながらやっていくわけですが、何を行く？切り裂くも急所に当たる可能性高いでしょ？で、バサギリでも行きましょうか。ちょっと威力が低めの技使って、ねえ、ゲットしたいの。技の説明が X か。80、65、60。とりあえず、つばめ返しして、いい感じに残した。いやー、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない。ナイス。じゃあ、あとはこっちは、技を耐えていけば、霜焼けになった。何それ。ちょっとその連続で攻撃するのやめてほしいわ。ねえ。とりあえず、ヌメルゴン行って、ちょっとゲットさせてもらいますんでね。で、ボールが、やっぱ捕まえやすいボール投げた方がいいと思うんで、まずヘビーボール行きましょうか。これですね。さあ、頼む。ゲットしたい。ゲットしたいんだぜ、こっちは。まあ、性格とか厳選とかそんなんはいいんで、いや、思ったより簡単に捕まりましたわ、一発で。やっぱりボールによってゲットのしやすさ違うわけですね。重たいボールは捕まえやすいみたいですね。ヘビーボールとか。ギガトンヘビーボールかなんかいうのね。オッケー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 、やりましたわ。で、まあさっきのパターンでいくとまた出てくるっちゅう感じでしょうね。やってきました。ユクシー、エムリット、アグノム、これどうやるんでしょう。正解は60131みたいです。まあ、行ってみて。知識。知識は大事ですね。誰にも取られないですしね。ミツハニー、ズバット、アンノン、レアコイル、サマヨール。彼らの瞳はそれぞれいくつか。あ、なるほど、なるほど、なるほど。え？これは答えるでいいのか。あ、で、文字入力。ああ、こういうパターンなんですね。へえ。これ難しいですよね。これポケモンは結構詳しいんでわかるんですけど、何が難しいかっていうと、さっき複数のポケモン出てきたじゃないですか。あのポケモン全部順番通りに覚えとかないといけないっていうのが難しいですね。ただまあ、答えはわかってるんで、60131です。あのポケモン表示しといてくれたらいいんですけどね。強運。いや、確かに運持ってますね。自分、親分ポケモン捕まえれましたでしょ？捕まえて。で、ね、順調にストーリーも進んでますし、やっぱ運持ってますわ。やっぱ運大事ですからね。運絶対大事なんで。
ヨクシーの爪を手に入れた。ほう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 、オッケー。こんなポケモンも後でゲットできるんでしょうね、おそらく。残るはあと一つ。よっしゃー、ちょっと待ってください。ほんで多分ここ出て、でまたなんかストーリー進んでって感じでしょうね。オッケー。さあ、では。いや、うまいこといきましたわ。ゲットできてめっちゃ嬉しいです。正直嬉しいです。はい。第9世代とかも。作業的にはね、来年出てくれた方がとも思ったんですけどね。ね、やっぱりネタとかも必要なんで、ありがたい限りです。さすがに5年、10年とかね、ゲーム出ないと、さすがに他の人もね、同じようなプレイヤー絶対困るんで。おー。まあ、それでもやりますけどね。一回戻ります。ポケモンがね、どうしても倒されてとか、そんなんもありますし、入れ替えたいんで。いや、やっぱ面白いですわ。楽しいですわ。あくまで、ね、数字取ったりとかするために、キレゲーしたりとかね、ハイテンションにしたりとか、あえて演じて俳優みたいにしてるだけなんで、ほんまに怒ったりとかね、なんかしてるわけじゃないんで、よろしくお願いしますね。なんかちょっと動画伸びたりとかすると、しょうもないコメントがね、つく場合があるんで、もちろん、ね、高評価とかいいコメントとか登録していただいている方とか、そういうちゃんとした方もありますんで、ね、嬉しいことですけども、これを乗り越えないといけないわけです。そんな小さいことで気にしてられない。ね、有名になったら、ね、何万人とかに見られて、ね、何千件とかそんなコメントが来たりとか、そんなのするんで、ほんまこんな、ね、まだまだな状況で、くたばってる場合ではないんですわ。自分は盾ゲットしますんで。という感じで、ストーリーを進めながら、ストーリーの内容が、ね、まあ後で見返したらいいですね、これは。真剣に進めてるんで、喋るのも一生懸命でしょ？内容があんま頭入らないわけですよ。とりあえず、ゾロアークは、こんなタイプだったんですね。意外ですね。ノーマルゴーストみたいです。へー。なるほど。そしたら、いや、ちょっと今回ね、新しいポケモンがいろいろ入ってきて、まあ、爆風はね、一番最初に手に入れたんで、まあ、使うとして、ヌメロゴン抜く？でもこれ後半に新しいポケモンが手に入るっていうことは、ちょっと待って、手持ち10体ぐらいにしたい。ニューラ抜く？格闘毒。まあでもディアルガとかああいうの捕まえるんだとしたら、ガブリアスドラゴンなんでヌメロゴン抜きましょうか。ねえ、後半でこういうね、レベル高いポケモンいるのはありがたいですよね。入れ替えて。オッケー。ほんで、操作。ゾロワークが、影打ち、スピード差、切り裂く、シャドウボール、神通力。これは？相手が状態じゃだと威力が2倍みたいですね。あ、でもなかなかいい技覚えてるのか。ねえ。ゴースト。特殊にしといた方がいいか。シャドウ。ゴーストでしょ？ゴースト。エスパー、ゴースト。悪タイプの技が、なるほど。技もね、5つか6つぐらい覚えたいですよね。とりあえず、これでいいか。ハスパー、悪エスパー、ゴースト。いろんな技覚えてね。これでいきましょう。いやー、めっちゃ嬉しい。ゾロアーク入手した。
ていうことはゾロアも入手したいわけですわ。で、ベリリナマムちょっと見てみて、電磁波、まあでも元々からいい技覚えてましたね、これね。そのままでいいか。OK。最高じゃないですか。いやー、やっぱ、いやー、最高ですね。うん。でも有名だったら、ほんま、任天堂のね、ショップとか、ほんまにね、いろんなもん買い占めたいなと、感謝の意味を込めましてね。うん。それ以外のゲームとかもね、いろいろ、あと世話になった人、応援してくれた人とかもそうですけど、ということで、次どこ行ったらいいの？あ、こうか。ちょっと一応、間違えないように。はい。どちらに行くの？ここですよね。湿地ベース、荒野ベース。まあ、何でもいいでしょう。ね。とりあえず進んでいけば。このマップの見方ちょっと覚えないと。旗が立ってる。これは？ここに行くんですもんね。ってなってくると、え、ここじゃないの？今ここでしょ？あ、こっちか。あー、オッケー。わかりました。わかりました。あっちの方です。てか、どっか飛べるとこなかったっけ？だって絶対これ近くから行った方がいいですもんね。あ、こっちから行ったものか。そう、若干。だって絶対近いとこがあったら近いとこから行った方が良くて、結局モンスターハンターライズとかと一緒なわけですよね。ベースキャンプがあったりとかして、近いとこ行けるとこから行けば。あ、わかりました。これマップ見やすくていいですわ。だって湖の囲まれた中心の島に行ったらいいんで、これですね。またアンノンとかいないですかね。あれ、アンノン確定でゲットできるのか。ねえ。よし。とりあえず、こっち行ったら絶対ストーリー進みますもんね。なんか今までの島よりも、ちょっと若干大きい感じがするんですけど、どこになんもないのか。ほう。まあ、そしたら行きましょう。立志湖に来ました。火山噴火ね、最近ちょっと南側ありましたけども、日本に津波とか来なくてよかったですわ。さあ、ではミッションこなしていきましょう。アルセウス本が反応している。まあ多分 iPhone とかが出んのがね、だいたい9月とかそんなんで、ポケモンは11月ぐらい出るんじゃないかなとか思うんですけどね、楽しみがいっぱいですね。先ほど出なかった洞窟ウメラさんを出迎えた。なんと。参りましょう。もう自分この世界で言ったらめっちゃ有名人ですからね。現実の世界でもそうね、なっていきます。はい。だけどね、いきなり有名になるよりも、やっぱりこう、地道にね、こう、下積みって大事やなと思いますね。天狗なったりとかね、なんかしたらダメですし。まあ、そらね、手っ取り早く行きたいですけど、おー、なんと、ハリーマン。地面技が有効みたいです。これ、ハリー戦の進化した感じですかね。これもゲットしたいんで、ちょっと皆さんよろしくお願いします。リセマラとかそんなんも、やります。地面技が有効でしょ？なんで、ガブリアスにして、セーブしましょう。まあ皆さんもおすすめですね。ポケモンとか、自分バリバリポケモン厳選するんで。そう。まあレポート書いておくのおすすめですね。ぶっ刺し、ボールの節約にもなりますし、確実にゲットしていく。なんかすごいですね。強そう。要は、親分とかそんなのが強いっていうことですもんね。で、相手を、ちょっと待って。アイスボール。アイスボール熱中してる。連続技か。大地の力いって、あー、オッケー。いい感じに終わらせてくれた。そしたらば、いつもちょっとカブリアス倒されてしまうが、
あえて何？氷タイプ？とりあえずニューラでも出していきましょうか。爆風の方が良かったか。まあ何でもいい。とりあえず、ゲットしたいんですわ、こっちは。ヘビーボール行きましょう。で、第9世代でオープンワールドになるんですけどね、ボール投げるのは、ちょっと今までみたいな、もうボタン押したら入力、いけるみたいな感じがいいですね。狙ってやるよりも。狙ってやるのも面白いんですけど、それはちょっと希望ですね。あら、やっつけた。なんか相手死んだんですけど。すいません、リセマラします。ちょっと死なないで。死なないでくれ。ちょっとこれゲットしますんでね。見守ってください。いやー、必ずゲットしてやる。そう、あと第9世代ボールが普通にこう狙って投げるというよりかは普通にボタンを押してゲットできたらいいなっていうのと、源泉がポケモンの育成環境がソードシールドみたいだったらいいなっていうのと、で何でしたっけ。まあ、とりあえず行きましょう。ポケモンがガブリアスにしといてと。あ、そう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 。全部のポケモン、全部の世代の全部のポケモン出てほしいなと思いますね。もしかしたらそんな可能性があるかもしれない。オープンワールドで。ね。そう、やっぱ全部出てほしいわけですわ。ほんで、ポケモンが、相手が早い。まあまあ2回連続攻撃してこなければ。で、第一の力がいいダメージ入ったんで、ギリ残ったりとかすると思うので、これまたあれですね、さっきのハリーマンと性格違うでしょうね。体力の残りがちょっと違うんで、やけどもう性格厳選とかそんなもしてたらもうほんまにもう進まないんで、これは、もうそのまま行きます。で、なんかアイスボールとかなんか使ってきてたんで、バックフーン出しながら、ヘビーボールが結構良かったんで、投げます。いや、こういうボールくれんのほんまありがたいですわ。さあ、入らない。ちょっとまあ、いろんなボール使いましょう。力技。あー、なるほど。そういう技もあるのか。氷。ちょっと待って。ニューラ行って。で氷と水とね、何タイプかわからないんですけど、なんかその辺だと思うんですけど、ヘビーボールいったでしょ。ギガトンボールっていうのがこれゲットできるんじゃないでしょうか。攻略サイトとか見てるとやっぱこういうボールはゲットしやすいと。で、高度な技で言うと、いや入れなかったけども、遅い遅い、相手に見つかってない状態で飛距離がね、こういうボール少ないんですけども、なんか当てられるとゲットしやすいと、後ろからね、狙って。超、まあ、貴重なボールやのに。捨て身タックル。で、死んでしまう。わ、ちょっと待ってよ、ほんま。さあ。まあ、そんなんで、ちょっとほんまゲットしたいんで、ね、お願いしますよ。さあ、皆さんに見守っていただきながら、やっていくわけですけども。ねえ、これ最初から最後まで動画見てくれてる人あったらほんま嬉しいんですけど。多分見てくれてる人はね、見てくれてると思いますんで。なんとしてもゲットしますんで。まあでもこれでボールとかね、減らないんで。まあ最初ガブリアスからで行きましょうか。OK。さあ。そろそろ捕まえていきたい。だから、あえて捨て身タックルとかで死んでしまう可能性があるっちゅうことですね。戦闘不能の。まあまあ、でも弱らせるだけ弱らしとかないと、捕まえづらいっちゅうのもありましてですね。あー、ちょっとこれはあれか。これちょっとめんどくさいですね。捨て身タックルであえて体力減ってしまったじゃないですか。なので、地ならしが効果抜群、80。地ならし行ってみよう。倒さないようにしないといけなくて。大丈夫ですね、これは。ちょっと体力が微妙なんですよね。
まあ、ボール投げましょうか。とりあえず、いや、スーパーボールじゃない。ヘビーボール行って、まあ、ちょっと体力が多いんですわ。でも、相手ステミタックルとかして弱ってくれれば、押してしまってもダメなんで、入ったらいいんですけど。入った皆さん、ゲットできました。お待たせしました。よっしゃ。しかも今回全員経験値も入ってくれたっちゅうね。倒されなかったんで。いや、体力あんだけあったんで、ポケモンって基本体力弱らして状態異常とかにして捕まえるんで、いやー、ゲットできてよかったです。不思議な気配を感じる。さあ、やってまいりましたが。おい。これはどんな試練なんでしょう。これは沈め玉で狙い続け諦めないを3回選択後に再び投げつけるとクリアできるらしいです。で、沈め玉は絶対に当てられないみたいですね。まあやってみましょうか。出ました、沈め玉。ほんまにね、後半に行けば行くほどクレベースとかやるのほんまに難しかったんですけど、まあ楽しくてね、やりごたえがあって、だったんですけど、最後まで、ん？これでいいのか？沈め玉。え？これでいいの？あえて消える。なんか消えるんですけど。あ、ほんで、まあ、3回選択をして投げつけてですね。で、沈め玉絶対に当てられないってなってるんですけども、諦めないを選択したらクリアできるってなってますんで、攻略の参考にしていただいたらと思います。まあ、諦めるって選択肢はないですよね。これでいいのか。これでいいんですよね。まあまあまあ、こうやってやるじゃないですか。まあこれ絶対当たらないんですが、諦めるべきでしょ。まだ続けるんですが、諦めない。ひたすらこれをやるのか。まあ、これでいいみたいですね。まあまあまあ、ボール投げのいい練習になりますね。なんやかんや、これボール投げんのも楽しいわけですよ。まあ、自分は普通にボールやる方が作業進みやすいんでいいんですけど、たまにこうするのは楽しいです。はい。無理です。諦めなさい。それでも続けますか？諦めないですね。ストーリー面白く作ってありますね。すごいですわ。大体ね、選択肢ポンポンポンって選んでたらパッと進んでいくんですけど、選択肢があって、それによってちょっと反応違うかったりとか、こうやって選び続けてこうやってストーリー展開あるっていうのがほんま工夫されてるなと思いますね。世界をつなぐために心の一部を授ける。来た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 。ほんでこの、ね、主人公の表情とかですよ。こういうとこまでこだっていうのがほんま評価が高い。自分大体何が売れるかとかね、結構先見の明があったりとかするんですけど、市場調査とかそんなのするからですね。大体当たるんですよね。当たって。で、やっぱりこういう表情とか見てると、こういうとこ評価されるんだろうなと思って市場調査すると、やっぱり評価されてるわけですよ。さあ、そんなんで、これ出ていいですよね。よし。いや、なんやかんや、順調にいっておりますわ。ほんで、湖を巡る試練終えましたね。確か、小木戸さんの話では、キリネ石に向かうんだとか。あとは自分の場合、大ヒットですね。大ヒット出すのが難しくて。さあ、そんな感じで。まあ、こういう長い動画はね、なかなか見てもらうの難しいんで。で全部最初から最後まで見ていただいてとかした方はかなり濃い方なんで、濃い方しかこういう話は聞けないと。ね。貴重であります。教会を曖昧すると古来より伝えられておりますね。
なんか石碑というか石板というか出てきましたけど、ふう来てやったぞ。3つ揃った時に来るなんて空から見ていたの？ああ、なかなかにすごいポケモンが何かと助けてくれるのでな。おう、翡翠の各地を飛び回るポケモンのこと？これどうなっていくんでしょうね。ここからどうなっていくのか。ちょっと待って。これ岩の門か。対戦でもするのか。なんかそんな感じの雰囲気がありそうですよね。いや、ほんまいいリアクションしますわ。おっと、出てきましたよ。いやー、よく考えられてますわ。こんな短期間でね、こんなゲーム作ってすごいですよ。ゲームとか作れたらほんまいいなと思いますもん。英語とか、プログラミングとか、ね、パソコン関係でこういうゲーム作ったり、アプリ作ったりとか、こういう能力全部欲しいですもんね。赤い鎖、授かった。来ました、来ました。さあ、順調に進んでおります。私たち一族を守ってきた約束、真実であったか。ふう、長年の方の荷が降りたわ。これ、席はまずいことになっていますよ。何か知っているの？一応商会の仲間から得た情報ですが、銀河団のボス調査を待たずして天眼山に登るようですね。電木さん血迷ったの？裂け目に近づき直に調べるつもりなの？と。そう、なんか悪役みたいな感じになったんですよね。ヒーローからね。はあはあはあ。赤い鎖ね。あ、ほんで一回村戻るのか。ほう。そしたら、キリがいいかもしれないですね。もし戻るのであれば。さあ、ストーリーが続いておりますが、あれ？びっくりした表情もいいですね。うっかり通したけれど、お前ベレダだよな。生きていたのか。お前なら大丈夫だと信じていたぞ。テルっていう人ですね。名前全部覚えてたんですけどね、久しぶりにやると忘れますね、これね。忘れてもできますけどね。ああ、もう一人も来てくれた。ラベン。懐かしのラベン。ベラのこと心配していたからって泣くなよ。泣いてません。僕は大人ですからね。まあ大人でも泣いていいんですけどね。心配のしすぎで夜も眠れなかったではないですか。こういうね、いい人は、いい人間は絶対大事にした方がいいです。変な人は絶対関わったらダメです。はい。電幕大臣不在なのですよ。団長は？選んでて、警備隊と共に天眼山へ。自ら時空の裂け目とその向こうに見えたというポケモンの影を調査するとのことですと。俺はいいやつだからな、代わりの門番買って出たのさ。これからについて話しましょう。なんか食べるもんありましたね。あれでも食べるんでしょうか？もしかしたら。あ、食べないのか。称賛する。島星。野垂れ死にするなどの命令よく守ったな。厳しい命令でしたもんね。隊長のおかげです。会のおかげです。会にしましょうか。確認する。有益な情報を得たから寿村に帰還した。間違いないな。赤い鎖。湖の3匹。まあ、どっちでもいいんですが。どっち選んでも大丈夫ですね。場合によっては選択肢決まってる場合もあるんで、攻略サイトおすすめです。赤い鎖の説明をした。世界をつなぐという神話の道具。天木団長は寿村にいない。何でも、物見の警備隊より時空の裂け目その向こうに、ポケモンらしき影が見えたとの報告があったのだ。天木団長は万が一に備え、警備隊と共に天眼山、山頂の神殿に向かわれた。いくらボスが強くてもベラの力を借りた方がいいのに。
いや、やっぱ運。やっぱ行動してたら運がついてきますね。ね、ヒカキンさんの本に合ってなかったら、ほんまにね、多分こんなんやってないですからね。さあ、そんなんで、ボスが留守なのに、留守は預ける方が悪い。僕も行くのです。僕たちは調査隊ですからね。行くなとは言っていない。これは、伝木団長たちを追って天眼山の頂へ向かうと、ポケモンって回復してるんですよね。大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。うん。そしたら、この辺りがキリがいいかもしれないが、あえー、ルカリオいるやん。え？ルカリオいるやん。ルカリオ欲しいんですけど。え？これどうなんの？まさかもらえるわけないですよね、こんなん。ほうほうほう、波動を感じた。あ、サブ任務。へえ。そんなんあるんですね。なんかゲットできるのかと思いましたわ、ほんま。ねえ。で、こっから。訓練所。まあ、とりあえず、この辺りで一回締めていこうかなと思います。一応この後もですね、美味しい展開なっていくわけですけど、まあ、エンディングまでの攻略となっておりますが、またやっていきたいと思います。それでは、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画とかライブ配信とかお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価、各種 SNS フォローよろしくお願いします。マジでお願いします。マジでお願いします。はい。それでは、ありがとうございました。